大谷翔平の金銭管理は一平ではなく会計事務所、アメリカで大々的に報道。ドジャース大谷翔平投手29と元通訳水原一平氏39の二人をよく知る人物が激白した。2020年から22年途中までエンゼルス監督を務めたジョー・マドン氏70だ。私がよく理解できないのは、特にその450万ドルの数字が、正確であれば、代理人がそのことを知らなかったという事実だと首をかしげながら疑問を指摘。大谷と水原氏のかつての関係性にも親友であり、切っても切れない間柄だったと解説した。このマドン氏の発言を受け、ジ・アスレチックは大谷の所属事務所 CAA に質問したところ、大谷の金銭管理に関しては別の会計事務所が担当しているとの回答があったという。ちなみにこれら一連の経緯はジ・アスレチックだけでなく、エンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストでもマドン氏の発言とともにトピックスとして大きく取り上げられている。もしかしてこれまずい状況？大谷嘘ついてた？会計事務所から盗むとかやっぱルパンじゃねえか。一平天才ハッカーすぎて草。うわぁとうとう出たね。どうすんのこれ。ハッカー説が補強されただけだろ矛盾はない。ソースは大谷の弁護士事務所やん。ああボロっちゃったかまあ最強弁護士はもみ消せるやろ。なんか全然打てないから別に大谷のやらかしでも良いかなって雰囲気になってきたわ。ご視聴ありがとうございました。